西田なんか喋りなよ。え、あの引退引退表明。引退表明。引退表明。引退ってもうやめるみたいな。就任。はい、はじめましてじゃない。はい、元関西の代表で、代表は先ほど話していただいた清丸君に代わっていただいて、僕は今回、次からも関西支部の会長としてまあ、いろいろサポートの方に変わります。なんで、いやそもそもミニドラを開発してる意義がよく分かんなくて、昨日の夜考えて。そもそも何のために作ってるか分かんないですよね。なんか認知科学、人を知るためにミニドラを作っているのか、ミニドラ、汎用的な知能としてのミニドラを作っているのか分かんないんですよ。なんか清丸君の話聞いてると、なんか人の理解のためにてか、なんか知りとりはそう、どっちが主体なのかよく分かんない。両方じゃないの？両方でもう話は済んでる。俺はどっちかっていうと後者。後者、あの汎用的な知能、はい。逆に質問です。なんで作っちゃいけないんですか？大体作っちゃいいんですけど、なんか、いや、清丸君の話してるときは、なんか人、かバイアスがどうしようかかっちゃって、なんかどっちかじゃないといけないのかなとか、なんか議論が、なんかうまく取れないなと思って、なんかそもそもミニドラ自体がどうやっていうふうに進んでるか、僕は分かんないから。ミニドラっていうものは、一応正解があるよね。あれ。本当の原作の漫画に出てくるミニドラという意味では正解があるよね。最終的にはそこに寄せれば何でもいいんじゃない。その過程は何でもいいと思う、モチベーションだったり、自分のスキルによってコミットできる技術っていうのはそれぞれ違うし、なんでミニドラにコミットしようかと思ったのかっていうところのモチベーションによって違うと思うけど、最終的に向かう先は一つだと思うし、そこはもっと言えば大沢君の夢であるドラえもんにつながるステップでしかないから、なんかそういうことはあまり話してる意味がないのかなって気がするんだけど、何が優先されて何が優先されるべきじゃないみたいな話ではないと思う。どっちかではないんですよ、どっちかっていうのは、まあそれは人の知能にしろ機械の知能にしろ両方の側面を持ってるから、それを両方やりましょうねと、優劣つけずやりましょうねと。はい、はい。でも結構その本質のところだからあれですよ、ちゃんと、なんだろう、ドラえもんができたら、なんだろう、何が、まあいいや。でドラえもんができたら大沢君が嬉しいんだよ、それだけだよ。で、ここに集まってる人間は大沢君のその夢を叶えてあげようって言ってみんなで集まってるんだよ。泣きそう。それなり。その過程にある研究が面白くて、みんな参加しなくてしょ。確かに確かに、今の結構本気でそうだと思うよ。多分物理学者は世の中の役に立ちって物理学やってるんじゃなくて、世の中の断りを知りたいから物理学やってるんだよね。研究者ってそうじゃないですか。好きにやればよ。研究の一つ考えるのは、まあ論文の中だけにしておいて、まあ、楽しめばいい。楽しければいいね。論文にならなくてみると何やってもいいから。論文にならないと食っていけないんだよな。ミニドラのやつはあれで、これ論文にしていくんですよね、もちろん。っていうか、正直な話、論文にする必要はないと思っていて、大沢君のこれまでの政治のやり方でいくんだったら、いや、なんかクラウドファンディング的なやり方で研究を自立させられる方向性ですね。なんか国とかそういうところに頼らずに研究をさせていけるようなサイクルを作れば何やってもいいわけだから。ちょっとクラウドファンディングさ、結構集金するのは結構事務局もお金まあ、あれですね、まあ、なんかちょっとすごいあざっす、皆さん。で、それをやろうとしてる先駆者がいて、堀川さんって知ってる？ああ、クマムシ。クマムシの堀川さん。あの人は自分で作ったクマムシのグッズを
マネタイズしてあのセルフプロデュースしてるし、なんかあの国から出る研究費っていうのに依存しないあの研究者の生活スタイルっていうのはロールモデルとして作っていくっていうのは一つ重要なものかなと思うし、若手の会があるからこそそれは可能だと思っている。はい、はい、あ皆さんあざすあ待って、こっから先フリーディスカッションするじゃん。いや今これフリーディスカッション僕担当じゃないですか。これあ、そうなの。あれそう、あの登録大学、あ、それでくらえて、もちろんそれで、そうですね、引退するときはフリーディスカッションのちなみにあれですよ、あの参加者全員ミニドラの写真を撮るっていうのは忘れないでくださいね。はい、あと場所13時までなんで、おう、あと9分。もともと何言いたかったのか終わりまで聞きたい。え、あ、メモがね。メモが持ってくるよ。いや、なんだっけ、なんで考えてたっけ。西田だ。え、何言ってましたっけ。わかんない。いや別に、いや研究自体良くて、いやなんかミードラの方向性が分かんないなと思っただけで、別にそれが悪いとか別にそれはいいんだけど、はい、なんかオチがついてほしい。あと、あ、そうそう、あとあったのはミードラの顔って結局これでするのか、もう 真っ白のままさ、それは、両方を維持したいと思って、まあ、もちろんミニドラに向けて作ってるからミニドラの方に似せるっていうものもあるけど、まあ、それによってギャップも生まれるっていう話もあるんで、まあ、それはその抽象化したこの真っ白の状態で その研究の方向性もあるし、で本当にミニドラに寄せていくっていうそのギャップをどうやって埋めるかっていうその形状だったり動作だったりっていうところも考えていく必要があると思って、ああそう、だからそれはなんかその顔を作ってくれてる澤田さんでそっちの方が好きだからっていうので作ってくれてるし、多分そっちそれこそ伊藤さんが言ってくれたみたいにその どの方向性が自分が進めたいかっていうモチベーションに従っているんじゃないかなと。なんか昨日の段階だとなんか、まあ、ドラドラって言いながら走ってなかったから、なんかミードラとは思ってんだけど実際自分の顔と見てるとこいつはミードラかってよく分かんないな。ミードラってキャラクターはしりとりをしてるときしか感じないなと思って、どちらかというとなんかこう何目玉親父とかそっちの方がストックされるっていうか、こう顔の名がでもそれはスタイリングとあとあのクチュエーションのところでまだ詰まってないってことですね。だからまさにそれをこれからやっていく必要があるってことで、それがまあ声の印象推定とか、まあだからこれから動きの印象推定をやらないか。実際にものができてきたから、どういったあまあ制約でやるっていうのは。ごちゃごちゃ言ってないで。これは見えないんですよ。これちょっとクソやろうと思って。お前ら4日間何やったんだっていうぐらいの気持ちでいいと思う。4日間。なんか4日間やってたくせにミードラにも見えねえし、まともにでも動かねえし、伊丹さんがいないとダメですね。伊丹さんかっこいい。ほら来て好きなことを言ってくれればいい。そうです。言った時じゃない。若手の会社もあるから。確かに。やっていいって言ったね俺。好きなことやっていいっていうから今回ちょっと実装しようかなと思ったプロジェクトがあったのに、好きかなって思って次合宿するときは Bluetooth でセットアップして全部自動でできるぐらいにしたいね。うん、したいです。いきます。あとバッテリーってあれなんであんなに速いかなって。いや上がるんじゃなくて、2アンペアまでなんで出力が。それをモーター全部同時に動かそうとすると2アンペアを軽く超えるんで、それらしいんですよ。で、あとラズパイのそのラズパイとモーター合わせて2アンペアなんで、なんでラズパイの処理が上がってモーターをちょっと動かそうとすると2アンペア超えてしまってほしいんですよ。なるほど。だからより出力の高いバッテリーが必要で、それはあるか。安全性を少し取り除けば全然あって、でそれはちょっとバッテリーの扱いをしっかりしないといけないと、あの家が一軒燃えるぐらいのものになってしまうので、うん、
そこをちょっと今はか、あの、加味して、さらに2倍だと思ったんですけど、今回でしょ。ラズパイが最大出力が2アンペアですね。あーで、モーターが大体1アンペアを使うんで、ラズパイの処理が上がると同時にモーターを使うと3アンペアとか。バッテリー増やすと、そう、増やすと、バッテリーの、だからそのバッテリーの中身を全然。ラズパイの出力ですね、あれ。限定できない。あ、多分 CPU のその最大値とか下げるとか、あの、この設定ができるんで、それやれば、ちなみにちょっと質問なんですけど、顔作ってるじゃないですか、もし小学館とはうまくやってるんですか。やってないです。いやー、圧殺から富士コプロに行ってて、小学館はやってない。あ、半券持ってんのって6社共同で持ってるんで、テレ朝、アサス、フジコプロ、小学館、これ作った、この顔作ったの誰ですか。分かんない、だって、それはフジコプロ。いや、違う沢田さんに交渉役やってもらうといいか。だって結構危ない、携帯のリポートちょっと遅いので、うちかなり NPO 的な団体なんで、時間だから最高すぎる。俺がですか。いや、もうそれはもう大丈夫だよね。じゃあこれずっとやってて、そんな姿が来ない安全性も違う。いや、本当のあのバッテリーじゃあ気はしてて5アンペアもあるし、危ないつけますから。携帯とかはそれを直接プレセリにして、燃えない範囲で完全に1月末ぐらいの処理なんかコラボレーションしたいから、もう湧いたり。あと3分なんで、一旦ちょっと皆さん片付けようかな。あ、ありがとうございます。はい、閉会宣言。じゃあ大沢さんの方から閉会のお言葉をよろしくお願いします。大沢はですね、ちなみにレッドブルを、はい、まず昨日の業績から言うと、レッドブルーを徹夜組全員におごったと。ありがたい。でその前は、30時間ぐらいサポート剤をひたすら取り続ける作業をするとか、ハンダ付けをひたすらするとか、 手が鈍ってスピーカーやつとか多分そのスピーカーがバグってました、ね、そのせいでバグって壊れるとか来た人の人数を数えるとか、来た人の、なんか繰り上がりの計算間違ってて、60人なのに70人だったりして、あれですね。